こちらのね、胴体の正面のパーツと、腕の付け根の部分のパーツですね。こちらのパーツを組んでいくんですけれども、このね、腕の付け根の部分のパーツ、パッと見は同じパーツに見えるんですが、微妙にね、左右対称になってたりするので、パーツをね、間違えて組まないように気をつけないといけないです。でまず組み立てるのはこちらのね、3つのパーツですね。で、まずはこちらの2つ。ここがね、ちょっとこう長いというかね、ここの間隔が大きい方からグッと差し込みます。よいしょ。グッと差し込んで、こういう状態ですね。で、さらにこちらをね、この向きにグッと差し込むんですけれども、この部分がこう、狭い方ですね。狭いというかちっちゃい方ですね。すごくね、細かい差なんですけども、こことここね、広さが違いますので、この狭い方が、この向きに、ぐっとね、差し込みます。こういう状態ですね。で、反対向けると、こんな感じですね。ここの部分が違いますよね。こういう状態ですね。この差し込んだ部分が、こう見える方がね、こうちっちゃいんですよね。で、反対を向けて、こうね、隠れてる方が、こう広い状態になってます。でこちら側が正面ということになりますね。でもう片方のパーツも同じように組んでいくんですけれども、こちらはね、向きが逆さまになってますので、よいしょ、この正面向く方が広くて、こちらね、丸い、差し込み口が見えてる方が、まあ、狭いね、ちっちゃなパーツっていうのは変わりないんですけれども、こんな感じでね、まあ、左右対称な状態ですね。こういう状態になってます。で、今組み立てたね、この2つのパーツを、この胴体のね、正面のパーツに組んでいくんですが、ここのね、溝の部分、ここの溝ですね、ここの溝に、先ほどのね、この広い方をグッと差し込んで固定します。こういう状態ですね。こんな感じになれば OK です。続いてはこちらのね、3つのパーツ。これは背中のパーツと、あと首周りのパーツですけれども、まずは首周りのパーツですね。これは、この下側から、グッと差し込んで、こんな感じかな。で、ここね、首周りとジョイントのパーツとね、分かれてますので、色をね、変えて塗装してもいいかもしれないですね。で、これを、ここの部分に、なんかね、ちょっと不安定な感じなんですけども、グッとね、差し込めば OK なんですよね。よいしょ。まあ、こんな感じにね、若干不安定な感じではありますが、これでね、OK なんです。で、これでこの胴体の部分のパーツですね、後ろ側と正面のパーツ、ありますので、これをね、両側から挟み込めばいいんですけれども、その前にポリキャップをね、一つ、中に入れないといけないですね。正面のパーツのお腹の部分ですね、こちらにポリキャップをこの溝にしっかり合わせて、差し込んで、この状態で、あとは前後からパーツを合わせれば OK ですね。よいしょ。よし。ビタッとね、ビタッと組めました。で、さらにね、こちらのパーツをこの周りにね、どんどん組み付けていくんですけれども、まずは背中から。で、背中の部分は、ポリキャップを、まずね、一旦ここに差し込んで、グッとね、差し込んで、そしてこれを覆うように、こちらのね、パーツをかぶせていきます。あれ、向き逆だ。こちら側ですね。こう向きに、ぐっと、かぶせていきます。よいしょ。OK。こういう状態ですね。で、続いては正面なんですけれども、このちっちゃなパーツですね。このちっちゃなパーツから組んでいきます。で、ここの上の部分にね、ちょっと出っ張りがあるんですけども、ここの部分ですね。ここの部分に、ぐっとね、固定していく感じですね。裏側ね、ちょっと切れ込みがね、入ってますので、ここに、グッと合わせて、まあ、ビタッと合うようになってますので、こういう状態にね、なってくれます。で、続いてね、こちらの紺色のパーツ。で、これをこの真ん中のね、穴の部分に、グッと差し込んで、
固定します。こういう状態になりましたね、だんだんねシュナンジュスタインに見えてきましたね。そしてここの部分ですね、この T にね穴が開いてますけれども、ここの部分に、このね、エングレービングのね、パーツ、これがね、まあ、ブログの方ではねちょろっと書きましたけれども、このパーツがちょっとね今回問題なんですが、これをねグッと差し込んで、こういう感じになりました。でさらにね、パーツを続けて組んでいきます。で、まずこの、ね、首周りですね、これをグッとここに差し込んでいけばいいんですが、かな、よいしょ、 OK。 このちょうど腕の付け根の部分ですね、ここの部分に差し込むことになってますね。よし、おいいですね、なかなかねかっこよくなってきましたよね。でさらに、この胸のねダクトの部分、こちらをグッとね差し込めばいい感じになってきます。おーおーおー、かっこいいですね。で最後このね横の部分のこの外装のパーツなんですけれども、これねここがねこう分かれてるんですよね。ここをまずはこうねグッと差し込んで組み立てて、よいしょ、 OK、 こんな感じかな。こうやって組み立てて、カチッとね横からはめ込む状態ですね。よいしょ、よし、 OK。 で反対側も同じようにこれをまず差し込んで、でこの部分分かれてるってことは、ここをねこの部分だけ色を変えるっていうこともできるということですよね。これはねちょっとねこう成型色ではね同じ色のパーツですが、ここはねぜひとも若干違う色をね、塗った方がなんかいいかもしれないですね。で、同じように横から差し込んで、よし、これで、シュナンジュスタインの胴体の部分のね、組み立て完了です。